ちょっとごめん、あ、間違った、倒した。俺が今まで倒したウサギがあれ大量に襲ってきてるとかそういう感じじゃないよね。怖っ。おっそすデスギャンビットアフターライフ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。ってことで前回の続き、稲妻のバイサーチ、あいつを今度こそ倒そうと思うんですけれども、バイサージ君ちょっとね、ビルドがあれなんかな、やっぱな、回復とりあえず持ってるけど、もっとなんか細かくいろいろ回復でっけんかな。すげえやられんのよな、あれをなんとかできれば。ダガーでタカーでなんとか頑張れ。いやーそんな感じじゃないよな、まあ、まあ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 。で行ってみようか。ああ、なんとかさっさと倒して次逃げることを願っておくんなまし。さあ行くぜ。うん、死亡回数11。はっ、いっす。あ、それ避け。うわ、はっはっ、うん、避けるバカめ。なんかここでくくくくうまく、エネルギーをもっと、いやすつつつつんーずんずん、あんま暗いな、あれがもっと暗いかな。痛い、ちょっと罠置いて、もうこういうのいっぱい仕掛けていくしかないで。はいはい、で罠置いて、そのビリビリやめて。1、よし、せこい、ビリビリせこい、いいっす。うんうんうん、罠置いて、うーいえす、爆発系、うちゅん。何とかならんのかこいつの強さ。まだでもアイテム全然使ってなかったからな、まだチャンスはある。殴って殴って MP みたいなのを貯めて、そっからや。あれ取って、今度こそ、今度こそ、ほっほっ、はいはい、いいよ、火力出てる、火力出てる、敵の火力も出てるけど、この今がチャンス、今がチャンス、罠を置いて、よし、避けて、はは、いやーちょっとお前の火力おかしいて。今俺 HP 結構あったでしょ。全部持ってかれんのよな、なんとかならんのかその強さ。こっちの HP の有無関係ないのよ。はい、うん、はっ、いやー、んーずん、いや、あれ、なんかアイテムをアップグレードすることは考えてみたか。いやいや、できないのよ。アビリティもさ、なんかもっといいのがあればいいんやけどさ。
70ソウルエネルギー獲得。いや、そんなんしてもな、罠張っといた方がいいでしょ。長剣の技ばっかりなのよな。体験の技が全然まだないのよ。いい加減倒させてください。前回一回結構欲しいのあったのにな。バイサーチ、稲妻のバイサーチ。はっ、はい、とりあえず後ろで、いい声、いい、くっ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 くで、うん、いいんじゃない今までで、いやつ食らいすぎやね。回復、回復、はいはい、よしよしよし、ビビビ、避けて、ほっ、ブン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 、罠置いて、今がチャンス。ここチャンスでいいんよな。ビリビリ来るぞ。痛い。そのビリビリ、避け方がわからん。はは、イエス。いや、分かってんねんけどさ、アイテム回復選択してる余裕がないのよな。マジで絶対倒してやる。バイサージ15回死んでます。だからどうした、それがどうした。うん、すん、はい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 、よし、これチャンス。うん、いいよいいよ。で、一旦この辺に罠置いといて、罠置いといて、罠置いといて、よし、攻撃チャンス。はいはいはい、ズン、出血ダメージも与えといて、いいよ、いた、成功、成功しま、よし、回復、はい、よし、チャンス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 、ズス、ズス、あ、来た、よし、チャンス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 、ついた、ズンズン、張ってんのかこれ。で、こっから回復、慎重に、この辺から慎重に、罠置いて、もう全部置いた。トゥン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 トゥ、何が起こってるこれ、何これ何これ何これ、ちょっと、何、ええでええでええで、え、こんなんええで、何これ、うっす、何今の、うわぁ、あとちょっとやのに、おっしゃー、行ったやろ、ほいほい、死ねー、おっしゃ、おっしゃ、あの目ん玉動かすパートは何やったん、一瞬出てきた。 OK、 あ、インタラクト再戦せえへんわ。レベル130とかなっとったんやっけ。 OK、 倒したよ。お、お、あ、出てきたあいつ、あれはなんだい、セーブレベルアップ。生命力と腕力ばっかり、相変わらずの脳筋。どこがいた、
あ、スキルポイントもゲットしてる。何あげよう。ダメージアビリティ覚えてもな。敵を倒すと2倍のエッセンス、不死鳥の羽。それはなんかいっぱいクラスとかもあんのよな。あ、違う、もう一回。すでに出血している敵にラプチャーを人されると、出血ダメージは結構常に持っときたいのよな。他のクラス探検とかレベル上げてもな、しゃあないもんな。リープマスター鎌貴族が爆発の専門家、トラップマスターとかあるわ。はあ、ブラッドナイト、ダメージを受けるとアビリティが消費するソウルエネルギーに。あー、俺はとりあえず奴隷ランタンだっけ。俺もともとのえか、これで出血タイマー3秒追加、いいでしょう。出血伸ばしとけ。ああ、体験、体験系をとりあえず上げときゃなんとかなるでしょ。でソウルストーン、ん、違うわ。どこがいけるようになったんや。右側か、こっちか、ここが開いたのか。うん、またいきなりボスとかやめてやー。うわ、なんかグロい旅路の果て。あ、なんか人いる。こんにちは、母さん近くにいる、そう感じる。おやー、階層ですか。うん、なんだ。子供の俺。Oh, yes, I was just... ん？父さんはいつ帰ってくるの？ Soon, I hope. But it's just you and me for now. 二人だけ。心配しなくていいよ。僕が母さんを守る。わんぱくくん。All right, you scamp. Off to bed before your imagination runs wild. 息子にそんな呼び方。もうベッドを行き、想像力が暴れ出す前にな。短めの階層。あ、母さん近くにいるっつってたで。あ、いけんぞ。ん、これは見に来ただけ。え、今の俺にはまだ三段ジャンプとかないから。ここはまだ行けねえぞ。え？どうすんの？こうなると。俺なんでこんなとこマーカー置いてんや。うん、ちょっと今まで行けてなかったところじゃあ行ってみるか。危な、いや、どっちも爆弾かい。これで、うん、こっち上だね。そういえば羽を一回俺落としてるから、羽の回収もせなあかんな。はい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 、おいおいおい、
で右行けば戻れるっぽいんだが、左に羽が浮いたい。やばやば、あいつ左に羽が、あいつやばい、回復。左に羽が残ってんのと、うっす死んじゃう死んじゃう、当たった羽、痛い、羽に目がくらんだ。すんすん、ゲイ火力はちょっと上がってる気がする。ぬんはっはっ、えい。で前行けてなかったところ、これポジティブネガティブのやつずっと続くんかな。効果全然切れへんよね。怖い怖い、あれあの音怖い。 OK、 これでんどきたまえんちょい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 たくパネル、ここ入れるわけじゃないんやもんな。はっ、さっさとやられとけ。やんな、ここなんもできひんもんな。パネル、俺が落ちたら、帰ってくんのかい俺で、ああまだこいつ叩かなあかんのか。ラボスみたいな、痛い、変なあったところ、すんすん、避けて、はい、弱いわ。避ける、うーん、避ける、うん、これで一番左まで来た。いろいろヒントはあったけど、この扉の先何があるんだろう。あー、まだ行けへんわ。じゃあもうこの場所終わり？探索。おかんの階層を見たけど、三段ジャンプが、でっ、めっちゃ来るな。三段ジャンプができないと多分、帰ってくんのかい。多分どうしようもないよね、あの場所。何のためにバイサージ頑張って倒したのか。痛い。セーブ。あれ？敵が近くにいると。お前かい。よし。ほんなら、一旦、こっちか、行ってないのは。右に行くことで、なんか新しいのが出てくるかどうかで。せい。せっかく頑張って、よけ。よけ。せっかく頑張ってバイサージ倒したいから、はっ、なんかあってほしいよ。あそこ結構、難しい。はっ。あぶね。はい。ほい。はい、余裕。さあさあさあ。避けて。避けて。で、こっちはね、こっから多分新しいエリア。来たことないエリアになるんじゃない？アルドウィンの下水道。下水道自体は前来てるけど、これが、あ、うん、おお、上がる、やめて、来い。ちょっと待って、ウサちゃんウサちゃん、そんな声する？お、なんか出てきた。倒せん。お、
戦える。お前三段ジャンプとか持ってへん。お前甘い、もう見えてんねん、お前が落下してくるところ。勝ちました。あ、猛獣のオーラ。いやー、やっぱここも三段ジャンプ的なのがいるぞ。わら、あ、ごめんウサちゃん。これで、あれドゥン、あれさっきは上がったのにあれ、なんか動かす方法あんのか。あ、動いた。下ボタン押せばよかったんかな。ここ、あ、これなんかでスライディングできひんかったっけ。あ、置いちゃった。パリいけへんな。敵がいないとスライディングも多分できへんから。うん、こっち、なんこれ、はっ、え、ピピピピ、タイミングずれたな、お前ら。倒せろこれ、はっはっはっ、無理やな。ちょびじゃん、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 ちょび、ちょい、ちょい、もうゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ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 ゴ、いや、もう持たん持たんぞ。スイスイ、無理やな。行こう。あ、なんか逃げてた。待て待て待て、あ、おい、捕まえられん。じゃあここは、はあ、とりあえずこのまま進んでええんかな。あれは、あれあれどこ行った。足場どこ行きました。ちょっと足場なくなったよ。なくなったら罪じゃないの。一回戻って、もう一回これでどうや。会ってくれ、会ってくれないとやばい。あるー、三段ジャンプをマジで覚えなあかん感じかな。とりあえず一番上まで行こうか。レバー、ダークナイト、またなんか取ったな。ダークナイト、ダークナイトっていうボスに与えるダメージが上がるってことよね、あれ多分。ってことは、あれの数だけボスがいるってことよな。まだまだ腕力上げるで。これで、地区と、ここどこや。なにこいつら、ゼロ、あ、ビーム打ったらいけた。ここって一回俺、びっくりした、キノコ来たところやんな。
マップマップ。ここ来たけど結局確か俺は左の方に行ってダークナイトと戦ってったみたいな流れやから。ってことはこっちやな。めちゃめちゃもっと防御力を上げてほしいんですけど。これで下水道のこっち。マジでこのルートで合ってんのかな。せっかく向こう行ったのに。へい、へいへいへい。怖っ。なんか今ウサちゃんがちょっと変な感じになったよ。はっ、いやこっちなんもない。これってでも一回来た場所にまた戻らへん。勝手に登ってる。あ、普通になんか戻ってきたよね。うん、ドラゴンの草の話前もあった。どっか新しく行けるところ増えてるっていうか、何も覚えてなくない俺。こらあいつらずっとあそこいんな。あ、こっちって行けへんでしょ。結局ボスを多分3体倒さないと前あっち行けへんかった気がするんやけど、なんか集めなあかんのよな。あ、ここドゥンドゥンドゥン、なんかあれ、ウサちゃんいるだけ。あ、人参、それだけ？なや、人参って意外と大事なもんなんか？そんなきゃな。この辺新しく行けるところが増えてればいいんやけどさ、多分何もないよな。スンスン、ここはなんかアイテムがあったんやな。ここ確か、むずいぞデスギャンビット。久しぶりにちょっとこういう商人、アビリティはお金がない、エッセンスがない。うん、買うのも全然今は無理。アイテムをばらしていかなあかんねんな。一回元の聖域マッチに戻った方がええんかな。うま呼びたいな。丸くん遅いわ。呼べる呼べるけど、この下も右側からのみ。赤いのばっかりやな。ガラス馬を呼ぶ、馬に乗る。この辺も全部来たよね。とりあえず一旦一番右までもう一回行ってやれ。なんか新しい道があることを祈って、とりあえず向こうに。よろしくどうぞです。タガダッ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 通るよ。
で、おそらくは、ああここやんな、やっぱ3つのカエル将来の印象が必要。うん、結局じゃあやっぱこれを進めな、どうにもならへんってことよな。あのエリアは何しに行ったん？バイサージは何やったん？頼むぜ。ファストトラベルってない？羽を強化とか関係ないもんな。カラスの羽やったっけ？なんかこれ、てかなんか装備全部剥がれてるやん。あれ俺使った？この辺空っぽになってる。間違って俺回復アイテム全部使ったかな、あの時。それはやってもうてるで。これでカラスの羽、あーやっぱ最後にお祈りしたところに戻るだけやんな。じゃあもうどこで行くしかないってことやね。大変ギャンビット。オリガがいて、こっちが結局、あ、届かんか。はっ、届きそうで届かない。結局、こっちは、いけない感じ。ってことでいいんよな。さっ、さっ、アイテムあれだけか。うーまい、平気やった。ごめんな。行くな。こっから上行けるね。とりあえず聖域ゾーンに行くしかないんかな。 あ、 ありましたな。うん、ああ俺の火力上がってる。うん、新しく行けるところを探さねばだぞ。ガラスの歯ね。はっはっはっ、ほら、はい、ナイス。よし、久しぶり。ここ久しぶりに来た。オッケー。このマップ開くといちいちなんかめっちゃ上にスクロールするのやめてほしいわ。それで、あ、なんか今一瞬いい感じにスタックして上登れそうやったけど。ああ、やっぱやめてー。三段ジャンプをどっかで覚えなあかんってことやな。どうも、エッセンスがまだ溜まってない。さあこれでバイサージを倒したことでなんか新しくなってないか。レベル80、再生はせんぞ。稲妻のエッセンス収穫だけしとくわ。うん、あ、ここ、いやでもアイテムあるだけか。ガイアの葉、これを多分さっき全部使ってもうたやな。あ、久しぶり。違う、あ、なんか固まった。
あ、カラスの羽を間違って使ってもうたんか。死神戻されたやんけ。カラスの羽厄介。頼むぜ。戻されると思ってなかったぜ。一旦とりあえず聖域戻って、いつガードって、いし、もうガード最近してなかったからやり方忘れてましたわ。ゴリゴリに脳筋パワー押し切りマンで言ってたから、うっすうっす、はいはい、うん。帰ってきた。あ、いるじゃん、あなた。アイオン、気分はどう？マシになった。頭がはっきりして目的を思い出した。カエルシオライを襲撃しに行くなら私も一緒に戦う。うん、それ行きたいんやけど、場所がよく分かってねえんだ。あー、なんかやり系かこいつ。マジで2周目以降。これささやきの友は悲嘆に飲み込まれてしまった。死んだのか。2周目以降マジで楽しみになる感じにできてるよね。どの武器次は使おうみたいな感じやからさ。あ、この光ってんのも気になんねんな。いろんな場所にあったけど、あれ最終的にまた集め直さなあかんとか、そんなこと言わんといてよ。バジルスのジャコ。言うてそんな今俺が持ってるのよりいいもんなんてないもんな。お前やな。あ、なんてなんて、 なんてアイテムの魔法を解くことを忘れないように。スクラップせなあかんやな。どれがいらんやつかよう分かってないんやけどな。まあ同じやつ何個も手に入ってる系は全然捨てちゃっていいと思うんだが、なもんでいいかとりあえず。うん、でアイテムアップグレード。アップグレイ、アップグレイ、アップグレイ、アップできません。アップグレイ、アップグレイ、アップグレイ、ええよええよええよ、強くなったと思います。で、この瞑想はやる意味がもう一つわからんのよな。うん、オッケー。これでどっか新しく行けるところをもう探さなあかんってことじゃない。あそこが行けなかったんじゃどうしようもないもんね。探そうぜ。はい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 、クソ、やばい、回復される。宝箱、うわー、ウィスプゲット。うん、で新しく行けるところありまへんか。一
回この辺も来てんのよな。何しに寄ったかはあんま覚えてないけど。うん、一旦探索。ん、騎士の回廊。はい、余裕。はい、これはブルワークっていうボスがまた出てくるってことよな、多分な。ここ来たことあるよね、来たことあるよねっていう会話っていうか、そのコメントばっかしちゃってるけど俺。そうなっちゃいます。ここはカニ拾ったら火出た。うん、このエリアは多分こっから先は行ってないと思う。落下中に攻撃すると空中にいる時間が少しだけ伸びます。これで大きい隙間を飛び越えられます。まだチュードリアルの文言出てくるってことは、意外とここもっと早めに来なあかんかったんかな。もうでもダッシュジャンプ覚えてんだ俺。ういつ、あはん、回復、二段ジャンプも置いたい、覚えてんだ。はい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 、スイススイス、やめ、よし。なんか来い、三段ジャンプ覚えさせろ。パナケイヤで繋がったな、なんか場所的には。パナケイヤはステータス以上取り除くアイテム。うん、あいつ、こんにちは。こんなところに客人とは珍しい。うん、いや特にそんな見に来たとかではないですけど。君が誰なのか見当もつかないけど。あれ、うん、なんかそんな会話前せえへんかった。ここは一体なんだ。この泉のことも知らないのか。うん、命がけで何かをやろうとする者は大抵しっかりした目的意識を持っているはずなのだが。うん、そうだな。この水で育った花々は適切に収穫すると様々な病を治療する。へえ、治癒する力がある。もらっていい？いいだろう。マジ？どれ？あ、お前かい。あ、パナケイヤを買ったりとかってこと？クラフトとかあるやん。イモータライトブレード。へえ。わあ、欲しいけど作れねえわ。あ、スローウィングナイブスリサイプ。急に英語出してくんのやめて。何取ったんかようわからんのよ。あー、たまになんかアイテム欄に出てこへんやつあるよね。うん、これで今あそこ、ここになんかいんのよな、一個印象を持ってるやつが。はあ、ってことはこっち側から行くっていう可能性も
泣きにしもあらずやな。あ、なかった。こっち持てません。1個使って取る。 MP 増えるやつよね。さあさあ、ほぼ、あ、ここいけるやん。なんもなかった。ってことは来たことはあるな、俺ここ。こっからこっち側行ってなんとか下に降りるルートとかが見つかればいいんですけど。外庵のゆりかご。あ、ここ。お、おお。これは新エリアやろ。うさぎの巣。いやいや、一旦でも絶対進んだと思うぞ、これは。なんか来い。うん。うさぎの巣ってほんまに、うわあ、やば。なんや今の。あ、ちょっとごめん。あ、間違った。倒した。俺が今まで倒したウサギがあれ大量に襲ってきてるとかそういう感じじゃないよね。怖っ。やば。パッと見ウサギじゃないけどな。あー来た。あー、いっぱい来た。うお、何それ。あ、何これ。何こいつ。か、あ、かわいい。お腹を撫でる。あ、人参がなんか出てきた。598。何が？あの、そう。なんじゃこいつ。一人でそこに座って考え事をしてたら天から影が降りてきた。死神がこのケムクジャラを回収しに来たのだ。これでっかいウサギがなんか帽子かぶってんのかい？品のない天使は見たことがなかった。多分死神やと思います。太っちょカーボーイですね、お腹が。てんてんてん。ウサギの巣。何したらいいの？私に向かってうなずいた。いや、僕にはわからないな。彼は死神とファーストネームで呼び合う仲。運命はいつもドアをノックしに来る。何のためにノックするん？私は彼に骨を投げることにした。どんなに固くなら男でも人参と無知には応える。私が必要としていたものだった。人参だ。正確に言うと黄金人参。うん、黄金人参があれば彼は何か特別なことができただろう。おお、お腹撫でたらなんか人参の数が一瞬出たのよな。あ、500なんか減ってってるな、右上のやつ。クーシス、なんやろ、なんかあれがゼロになる。おお、また俺、久しぶりの俺。あ、魔法使い。いやー、ウサギが邪魔しに来る。やば。いいっす。倒そうぜこいつは。めい。あ、ミスった。ちょいちょいこうやって戻ってしまうな、俺間違ってな。お腹撫でて、撫でたら500、600ぐらいにはなんのよな。
あのウサギ間違って殺せてまいそうなんやけど。とっ、ひゃっ、いやーもう来ないでウサギやめて。うん、です。やるじゃない、やるじゃない、やるじゃない、避けるのうまいじゃない。スッと、今、いいよ、避けて、ここ、チャンス、チャンス、あ、いい、弓打つ瞬間がチャンス。もう一回弓打て、いった、ごめん、うっす、ふっ、あとちょっと、チャンス、チャンス、チャンス、うっす。うし、スペルブレードプラス3ゲッチュ、闇のエッセンス、そしてこう書いてある、カラオクレ。まあちょいちょいあるけど、それの意味がわからへんねんな。うん、謎の、あ、なんか変える。え、ダークマター、なんやこれ。エンドエスの観察記録20、ちょっと待って、これ20でこれ使っていいんかな。近くのキャロットまで導いてくれる。何を言うとんねん。あ、すごい、預言者のブーツ。ちゃうやん、さっき右上に600ぐらい出たから、俺600ぐらい持ってるのか思ったら右下に9って書いてる。人体全然足りひんやんけ。はぁ、なんや、へぇ、とりあえず倒すのはあかん気がするから、 OK、 一旦ちょっとセーブして、カルカップで、ちょっとウサギの巣せっかく来たけど、多分進むべき場所はここじゃなさそう。あー、でもなんかちょっと右に行けるルートあるな、あそこ。オッケー、じゃあこの続きまた次回、あの場所を目指して進んでいきたいと思います。うん、それではまた、よろしくどうぞ。